配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今週もいつも通り9時から21時からプチ大会やっていこうと思いますので、それまでは伸び合いの方の、様子配信いたします。ごゆっくりとしていってください。今週もお願いします。
Thank you.
はい。Thank you.
Thank you.
あ、こんばんは。皆様、9時から予定してましたプチ大会ですけど、ちょっと遅れるっていう方がいらっしゃるので、少し遅らせて始めようかなと思いますので、よろしくお願いします。あ、お察しの通り、トムダさんでございます。少し遅くなるみたいなので、9時半ぐらいに着くとのことなので、それに合わせて、スタートって感じになりそうです。よろしくお願いします。
Thank you.
お待たせいたしました。そろそろ始めていこうかなと思いますので、配信台の対戦は終わりましたね。では始めていきたいと思います。どう、皆様の準備ができてなさそうなのでもう少々お待ちください。1戦目が破天荒さんの竜対ウネさんのガイルです。じゃあそろそろ始めましょうかね。はい、お待たせしました、はい、第32回式の細道ですね。本日6月1日は残儀、あ、6月1日は昨日なんですよ。おっと、昨日だ、昨日なんですね。残儀夫さんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。61歳だったかな。え、本当っすか。ああ、まあまあ61歳はプロレスラーだったらたまにいるから。そうですね。はい、じゃあとりあえず1回戦破天荒さんとウネさんですね。じゃんけんでワンピーツーピーを、あ、クレジットちょっと、さあ、ワンピー側がウネガイル、ツーピー側が破天荒竜ですね。開幕飛んでみたが暗い投げ。さあ根元昇龍、あん、ちょっと高かったか。さあ上り蹴り体育、大足置いて裏剣、割と2人ともやりに行くタイプなんで噛み合うような気がしますね。いい昇龍ですね。ね、さあ今度はおとなしい立ち上がり。さあ今日は16人、なかなかの人数ですね。お、本土使いの友田さんがいらっしゃいました。なんか今日は残儀祭りだというデマを信じて、さあ様正面三段、ナイス三段ですね今。ちょっと上が出ていないか。さあ飛びも通して、さあ裏切らない、裏切った、おお裏切った。さあまだ時間も体力もあるが、アイアスタイク、あっと、おー、ナイスアッパー、割り切りアッパーでしたね。
さあここで本田さあ3人目は友澤本田さあ結構使えているぞおうまいことさあ玉よけもできるウルツーのバイソンが生意気にもあのヒラヒラしたやつで避けるんですよね玉をああなるほどさあ歩いて掴んで本田を選んで大正解といった感じかガードしてしまうああ届かないさあピヨらせてコンボもできるぞうわ完璧ですねさあ完璧ませんよとでもつ あれ本田を選んでよかったさあ次は次も龍ゲームニュートンああ達夫さんして、まさかのまたしても龍ホンダは龍つらいんじゃないかっていう噂ですけど噂ですねお知ってるぞ知ってるぞこの龍の人すごいですねそれっぽくおお昇龍も出る昇龍も出るなんと知ってる人ですねすごく龍がうまい方ですねまああのここデイトナ式の龍使いはねなぜかみんなこんな色なんで見分けがつかないことが多いにしてあるんですけどおっとじりじり問い詰められて最後真空削りうわーガッツポーズ勝利のガッツポーズ一言も発せずそしてそのまま山本さんのチュンリーですお、シンク入っちゃいましたねいい対空ですね投げて画面端おー避けるおー入るわかりませんよわかりませんよおーまさかのスピニングバードキックまさかのスパコンじゃないおー3段入ってく若干最初の3段が痛かったか？おーっ
飛んじゃったと。次はできる竜使いですね。いろはさんのバルログです。いろはさんバルログ、SS バルログ、いつものです。いろはさんの S ガエル、あ、S ガエルじゃない、 S バルログですね。いろはさんの S ガエルじゃない。残念ながらバルログでしたね。もうほんと何使いなんですかね、この人。そうなんですよ。そうです、もう最近ね、よくわかんないんですよ。面白キャラ使いの人ですね。そうっすね。面白キャラ使いおじさんです。面白おじさんですからね。面白おじさんですね。さあ、なんかね、S バルログ見てるだけでもそれっぽい動きでなんか強そうな感じしますよね。そうです ね。さあ、爪を折られないように必死に逃げてる。さすがのスラ強い。あ、さすがの竜使いも厳しいか、これは。お手軽さんヒットコンボ。今日はなんか優勝するとお菓子が生まれるらしいですね。そうですね。はい。最近は商品付きの四季の細道大会。さあ、みんなもこぞってデイトナ四季に来てください。お菓子もらいますよ。さあ、今度はカワシムさんのザンギエフ。今日はザンギエフのお誕生日ということで。そうですね、昨日なんですけど。あ、昨日ですか。残念ながら。あ、そうだ、6月1日か。そう。もうカレンダーがよくわかんないですね。6月は祝日がないからなんか寂しいですよね。そうですね。さあ、ピオラセに行ったが難を逃れた。お、なんかそう、ヒットバック逆になるんですよね、エスバルログ。あれ怖いですよね。怖いですね、なんかよくわかんないですね。あ、でもなんかこの固まったザンギフに何すればいいのかよくわかんないですね。何するんだ。当て投げを通すぐらいしかやることがない。当て投げを通す、あと2回ぐらいか。あ、時間がないぞこれ。あー、なんだ今の。なんでも貫通するダブルラリーツ、いいなこれ。あーいやー、 S バルログネタの宝庫ですね。上が通った。あー、いろはさんこの状態はきつい。どうするんだ。あ、なんか三角飛びしちゃったぞ。あ、を投げ返す、投げる、あー、掴まれて。そうですね、しゃがみストマックがあるから下段との格になりにくいんですね。カワシムさんのザンギエフ。まあでも、あの今回あれですね、いろはさん、あの爪折られなかったんで勝ちですね。確かに大事な爪をキープしました。あの1ラウンドも爪折られてないんで、これは奇跡ですね。さあ、次は小江戸さんの竜。さあ、乱入した途端に川島さんがもらったと。何をもらったんですか。お菓子ですかこれ。何もらうんですか。お菓子もらった気満々ですか。お菓子ですかね。いや、小江戸さんの竜強いですよ。僕は知ってます。さあ、さあ、なんかこうき場に行って場に行ったが、さあ押してるのは小江戸さんの竜。さあ体力が、おー、シンク当たっちゃった。ダブラリ出なかったか。何回かに1回いうことがあります。いやー、川島さんすごい悲しい顔してますね。パワーボム 3ボタン同時押しに関しては相当自信持ってますからね、川島さん。なのに出なかったのは悔しい。さあ画面端に詰めたい。はい、スクリュー一発目、こうして。さあ、この状況は竜きつい。おっと、おっと、さあ、打空かけて、さあ、つながらないけど、取り返す。さあ、いい勝負。中足刺さって、ね、ローアーで下がって戻ってきてミドル。1ラウンド取り返したのは川島さん。さあ、最終ラウンド。
さあ大足刺さって波動刺さってさあ2段入る。あ、繋がってないけど、おいやー残儀でしょ最終的に残儀だと思うんですよね。あーどうだろう、あー当たっちゃった。さあ川渋さん本当にもらっちゃった。残儀側が波動付けからダブラリが完璧にできるようになると竜側がやることがなくなるはずなんですよ。だから次 はロードさんの残儀、補えないので。ロードさーん、あ、その方がいい。さあいやゴムですよ。ゴムだから、これはゴムですよ。いや飛ばれて嫌なら飛べばいいし、ミドルが嫌ならミドル打てばいいし。さあ来た、デイトナー式プロレス。相手の動きをよく見て、同じことをすれば同じぐらい嫌なはず。黄色と青で信号対決ですね。青が勝つでしょう。青は進めで黄色は注意ですからね。そうですね。ねえ、まあでもなんかこの後ろにいるあのなんかモモクロファンみたいな人たちもなんかですね、青と黄色のなんかこういて、青押しと黄色押しいますね。センター青ですからね。さあダブルに当たって、さあ勝負お、またダブルに当たって、勝がさあ何をしようとしたのか。下がりながらダブルでいっぱいゲージ貯めて、そうですね、くるくるジャンプしてれば、そうですね、まずあのゲージ貯め大切ですね。この残儀同キャラは、あーなんかブランカみたいにまとわりつかれて、なんかもう終わっちゃった。辰俊さんにコメント欲しいとこですね。この竜、この残儀つおい的な感じで。さあ川島さんが今のところ3連勝でトップ。ここが最初の関門か。さあバルログもう1体いますよ。もう1体は S バルログですけどね。さあ今度爪が拾えるバルログが来ました。さあノックバックが、安心してください、履いてます。この間教えたことをちゃんとやってますね。お、なんかいいこと教えてあげたんですか。相手が壁端にいたら爪の先っぽ当ててすぐ逃げるといいよっていう。ああ。痴漢を疑われたら線路に逃げ込めってやつですね。さあ人生は終わるよりマシだろうと。そうですね。お、このイエロー残機強い、来ましたね。さすが辰俊さん、ちゃんと反応してくれてる、嬉しいな。辰俊さん来てくださいね来てください。さあうまいぞ、実況聞きたいんで。さあ試合の方は逆に転がる、来るな来るな、お投げて、まだあるか、まだあるか。さあどうする、じっくり、あ、もんだ。さあ川島さん4立て。さあ次は、あ、僕だ、はい、ペコさんの竜ですね。椅子が嫌だ。椅子チェンジ。さあ、はい、岡山で覚えたテクニック、椅子チェンジ。さすがですね、椅子までこだわる。そうですね、いろんなものにこだわるプレイヤーがいますが、椅子にこだわるタイプの人もいるんですね。そうですね。さあ聖剣、欲望の鎖骨から台足。さあ欲望の鎖骨はちゃんと吸って、ヒット確認で2ヒット。おっと、ファイヤー、さあ削って削る。あ、真空いかない。踏み込み台足、台形対空。さあいい前でフラ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 、ミドルがギリギリ届かないぐらいのところでフラフラして台足対空。
おっと、おっと呼んでいた。さあ、おっと惜しい。さあ、二十歳大慶体育大安定。画面端やっぱ辛いですね、ザンギ側。そうですね、お互い画面端に行くとやばいですね。杉さん、そのままクレジット押してください。あ、クレジットスタートボタン押してください。さあ、杉さんね、初参加の杉さんですね。初参加2回目じゃなかったですか。あれ2回目でしたっけ。確か前回来ていただいた。結構空いてますけど、バーサスではね何度か、はい、あ、そうか、そうですね、セロテープさんあんまり火曜バーサス総裁戦にならない、ね、僕もですけど、はい。最近始めてるプレイヤーは外力使い非常に多く感じるのは僕だけですかね。いやー、でもなんかそんな気がしますね。あ、やっぱりそうですか。多いですよね。茨の道だと思うんですけど、なんかやっぱりなんかかっこいいとか使いやすいとかあるんですかね。そうですよね、なんかがあって選んでるんでしょうけど、どうなんですかね。使いやすいですかね、ガイルね。そうですね、最初のうちはそうだと思うんですけど、なんかだんだん強い人でやっていくうちに、あー、やっぱテクニック できることが少ない的なことをかなりいろいろやらないといけないっていう、テクニカルキャラですからね、結構。そうですね。おお、投げで、投げを通していった、取り返していく。さあ、じっくりいっている。さすがに小足には反応できない。タコさんの動き勉強になりますね。やっぱ中足がギリギリ届かないところで立って、相手が動いたら差し返す準備。なるほど、さすがです。ペコさん2連勝で、ハクさんのキャミーですね。ハクさんが最近2番目のキャラとして使い始めた、ね、キャミー ね使ってますが、ちょっとやっぱりあれですかね、軍人にこだわりがある。そうですね。さあ、タマフグ職業軍人ですからね。あすいません、言い過ぎました。いや勝利剣、いやガイルとキャミーの話です。そうですね、はい、扉取ってちょっとめり込んだ。ナイス振りガン。さあ、ペコさんお菓子が欲しくて仕方ないといった感じ。確かに夢中で連勝してるうちにお菓子を食べられてしまえばルール前にはあったもんじゃないですね、優勝商品をね。さあ、玉を踏む、削って7削りから、さあ、無理をしない。すごいですね、相手動き見ますね。さあ、続いて出るのはチャボーズさんの S 剣ですね。 S 剣も人気ありますね。そうですね、 S キャラだとやっぱサガットと剣ね、これ本当に多分使いやすい感じでしょうね。変な切りとかはないんですけど、いわゆる龍剣の普通の技が全部揃ってて、足が速かったりダメージがでかかったり、かなり使いやすい感じ。そうですね、 X 剣に比べると劣ってるところは膝がないぐらいかなと思ってるんですけど、膝がない、出っ歯がない、変な蹴りがない、
変な蹴りはいらないですよね、人によっては。そうですね、はい、あれもうまく使うとちょっと面白いこともできますが、まあ、それがなくてもなんか戦えるシンプルな強さが SN にはありますからね。そうですね、基本の詰まってるキャラ、特に龍拳対決はかなりイケてると思うんですよね。飛びが通った時のリターンがでかいのと波動昇竜が結構いい感じなので、ただ X 流だと真空溜まっちゃうとちょっとどうなのっていう。これちゃんと回数数えてれば真空ももっと耐久で使って、耐空真空ですね。ペコさん、このラウンドもまだまだ取る気で、さのぼりえにティハあれが強いですね。そうですね、 S 剣の強いところはペコさんも重々承知なので、あーダブル KO になったら確かにね、差し返し、S 剣の飛びを下がってダイヤスタイクは結構難しいと思うんですが、根本昇龍お菓子がかかった時のペコさんのこの強さ、新谷さんですよね。そうすると勝ったら優勝、あ、そういうことですか。さあこれでペコさんがカワシムさんの4連勝並びましたね。1回勝ったら優勝と。さあ来たのはニーヤーさんの剣、ニーヤーさんの剣も結構強いんですが、相手キャラはやっぱりメインキャラじゃないんで選ぶ感じですね。龍拳戦はさすがにペコさんに分があるような気がしますが、踏み込みダイヤシ掴んで、ガードして取ってしまったか、ダイヤシ、うわー、昇竜ねじ込んできた。さあ知っているぞ、ちょっとおかしおかしいうペコさんの声がちょっとちっちゃくなりましたね。さあ掴んで、さあ平等二択ですねこれね、人類みんな平等ね、相手が上手いとか強いとか関係ない。剣の投げと昇竜はもう本当に平等、露骨に削りに行っている。うわお菓子の夢が、まさかのまさかのニアさん、中島さんかな、ね、中島さんですね。さあ今日は龍拳ガイル多めですね、王道キャラ多いですね。ザンギ祭りでみんなにザンギ選んでくれっていうお願いをちょっとしたんですけど、蓋を開けてみると龍拳ガイル祭り使える人がいないっていうオチなんです。いやいやいや、レバーぐるぐるしながらボタン3つ押せばダブラリカスクリューが出るのでそれが難しくてみんなやらないんじゃないですかね。あとボディープレスしまくるとかいろいろ戦い方は。さあニーヤーさんの剣がきっちり大昇竜、迷いなく大昇竜、あれは罪ですね。さあ昇竜打ちたい放題、サマーで切って大パン投げ、さあ平等2択だがサマーで拒否る、変な声、おっと中足タイクがちょっと遅かった。さあ破天荒さんですね、1周目に戻って破天荒さん、さあニーヤーさんが2連勝、この人もちょっとお菓子が欲しいタイプですね。
今のところ4連勝が2人ですね。2人でそれは今追ってるのがニーヤさんですね。そうですね。さあ勝利権君を倒した時点で並びます。これ一応あれですかね、指定対決ということになるんですかね。指定コンビなんですか。ニーヤさん割と破天荒さんに あのそうなんですか、教えてあげたりしてる感じなので。じゃあさあ師匠を超えることができるか。そうですね。さあアントビ風に飛んでみた根元。さあおーナイスミット。同じ連携は食らないよと波動出したかったっすね今。さあナイスありがとうってこのラウンドは破天荒さんがいい感じ。さあ3ラウンド目飛びは通さない正面ナイスサーバー剣に正面から行ってみた。これはちょっと舐められた形。うーん死にかくですからね。そうですね。立ち台系体育さあ始まるか。おっと抽選外れて。おっとあ、派手子さんありがとうございました、一旦そうですね。そうですね。で2周目そうですね。1周目今のところ4連勝が2人で2周目、ハクさんとチャボーズさんですね。あったよ言えよ頑張れよ。テロテープ流とかね。その後いけたじゃん。ちょっと頑張れよ。この白い竜、パーフェクトエンターテインメントコレステロも落ちていい。はい、じゃあ、ハクさんとチャボーズさん。これをね、打ち込んでるのがね、多分ね、スペル間違ってないかなとかいろいろ調べたと思うんですよね。はい。さあ、じゃあ2周目いってみましょう。さあ、2周目。さあ、ハクさんのガエルと、チャボーズさんのサガットですね。サガット。はい。さあ、チャボってるよ。これ割と面白い決め方ですよね。本職同士。さあ、チャボーズサガット。さあ、ソバットが機能している。どうだろう。あとはあれ落とすのは難しい。ハクガイルのサガット戦がどれだけ経験あるかですね。そうですね。あーっと。さあ、体力並んだぞ。チャボーズさんは結構ね、中野ロイヤルとかで店長とやったと思うんで。そうですね。感じ。さあしっかり落とす。スペル調べてた。ありがとうございます。あビューティフルのスペルですね。そうですね。さあ足の先っぽが硬いぞサガット。いやでも さっきからタトシさんこの剣なんとかこの竜なんとかしか言ってないから。そうそうです。あそう PECO の略なんだ。あ飛びが落としにくい。いやフルネームでもないんですけどこれ別に。立ち台パン。シワシタイク。いろはさん大受けですね。おっと上が飛んだ。ダブルサマー。サマー。もうあれはちょっと積んでましたね。さあ3ラウンド。ソバットタイク。おっとソバットタイクうまいですね。っているのか。さあ、赤で落として、さあ、こっからじりじりした戦いが上通って、さあ、あサマーで切られる。溜まっていれば落とせます。さあ今のちょっとアパカが化けましたね。あれアパカが出ない。チャボーさん、ワンピー側のアパカ大得意なはずなのに出ない。さあ何か緊張があるのか。さあ、でもいい勝負。さあ、我慢タイム。おっと今いや苦しい。おお大パン。出際出際随でしたね今の。随ずずずい
出際あの大パンはやりたくなりますよ ね俺もサガット使うとやりたくてやりたくてあればっかり振ってます。気持ちいいですねあれはね。さあ、ロードさんの S 剣さあっという間に減っているぞ何があったんだ今ロードさんの S 剣と言ってる間に3ヒットであんなに減っている。これもね、チャボーズさん自分であの S 剣さっき使ったぐらいだから知ってる、キャラ知ってますからね。ですね、リカバリーが早かった。さあ、この空撃をしっかり落とせればあっと、ちょっと置き上げに無理したか。さあ、1ラウンド目はチャボーズさんのサガット。さあ、タイガーショットはしゃがみガードですね。さあ、S剣としてはちょっと近づいてね、勝利を重ねてから何か卓をしたいっていうところなんですけど、普通に外でやってるとちょっとサガット側の方がまあ見てからやれることが多いから。なるほど、サガット側はジャンプ台形が届くぐらいのところで、そうですね、打たせて飛んで蹴り当てるみたいな。まあ、サガットやっぱりなんだかんだ言ってあの道着には強いんで、S剣といえどもやっぱり結構あの離れてると厳しいかなっていうところですね。ダメージソースがあんまりないんで、近づいてごちゃらせないことには、ここですね、さあしっかりと、さあサガット甘えた竜巻は飛んないよと。さあヒカルさんのバルログですね。いろはさんが何か気づいたと。はいはい、そうでしたっけ。ああそうですね、 S 残儀の K ラリは下体が避けられないです。じゃあどうやって、え、じゃあどうやって下タイガー抜ける、避けるんですか。ジャンプ、あさあヒカルさんの2体目のバルログ、さあ痛い。さあこの次のイロハさんが S 残儀で出るのを、さあこのままだと下タイガー避けられないよと。さあ爪を拾わないスタイル、拾った。ヒカルさんの S バルログにちょっとこう期待をして、後ろで一生懸命応援してるイロハさん、でもチャボーズさんが1ラウンド取っちゃう。さあイロハさんの運命はどうなってしまうのか。さあヒカルさんのバルログに託す、託す爪。さあこれね、サガットが落とし方難しいですよね。いい感じ、バルログっぽい。おっと、さあ上タイガー引っかかって体力大幅リード。さあ2ラウンド目はバルログ、ヒカルさんのバルログが2ラウンド目取って、サガットも背が高いから爪に引っかかりやすいですからね。そうですね、ここタイガー2位ですね。なるほど、前で2位使い分けないとここ第2位ですね。おっと引っかかる。さあ、あーここ、爪、お、引っかかる、背骨が折れるようなタイガー、投げ投げ、受け身しっかり。さあまだ、お、さあ同じぐらいか体力。さあ相打ちだが、相打ちで詰め取った。さあリーチ短くなる、何がここ2位です、2位、2位です。あー、さあ最後は顔面攻撃バルログ対策はやはり難しい。爪はなかったら、これバルログ爪拾わない方がいいんじゃないですかね。そうですね、これだとちょっとね、ハスラーさん見てますかね。爪を拾わなくても、見てとかな爪を拾わなくてもパンチで戦えると。さあいろはさんがバルログ勝ってくれて歓喜してるけど、でも結局これ苦しい組み合わせですね。そうね、お、頭突き当たれば勝ちだと言わばかりに。これどうやってスザンギ勝つんですかね。勝ち筋よくわかんないですけど、これはそうそさあ、お、ボディボディ、さあ、さあぐるぐる回しないぞ、とりあえず、とりあえずぐるぐる回さないと、なんか勝負になってるような、なってるような判定が強いぞパイルで投げて、1ラウンド目はいろはさんの S 残機。さあ、これでバルログ側がミスさえしなければ、おっと、これ、ハイクローかなんかでずっと突っ込んでるだけでいいんじゃないですかね。あ、あ、あ、ビヨッター、あ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 、もう、なん、あーしか言えないさあ、イロハさんの S 残儀がさあ、親指立てて喜ぶイロハさん、さあ、いいね、いいね、いいねさあ、残儀夫の誕生日ですからね。あ、昨日か今日残儀夫を…61歳の誕生日今日残儀夫を使うと
僕からいいねをしてもらいます。いいね、いろはさん、いいね。なるほど。さああれ、破天荒さんですね。破天荒さん、あ、あのうねくんが、うねくんがね、若さゆえのフライングでこれが若さってやつかさあ破天荒さん、破天荒さんまあちょっとやっぱ若い人は若い人はなかなか我慢ができないですから ねちょっとお漏らししちゃった感じですかね。ですね。まあやる気勢ということで、何の練習なんだろう金谷さん、何の練習ですか多分最後キャンセルしてバニシング出したいけど出てないみたいな。あ、バニシング出したい。あ、なるほど。そう、もともとないエスキャラだからね。バニシングない。あ、なるほど。 S さんの場合は連キャンジャンプ台形とかがかっこいいですかね。あ、いいですね、かっこいいな。さあ、気を取り直して、さあ、破天荒さんの竜。さあこの辺2連勝ぐらいしちゃうといろはさんがザンギフに目覚めるかもしれないですね。いろはさん何でも目覚めますよね。そうですね。そういえばなんか S キャビー使ってた時代あったと思うんですけど。ありましたね。あれはどうだったんですか。目覚めた後なんかやっぱり眠っちゃったんですかね。すぐ寝ちゃったみたいな。寝ちゃった。二度寝ですね。なるほど。もうドラえもん並みに寝るの早いな。のび太くん並み。のび太くんか。おっと。さあ立ち台系対空、対空がしっかり、これでも結構 S 残機あると思うんですけどね。さあいろはさん、スクリューを回しておきたいところですね。そうですね、常に仕込んどくぐらいの丁寧な地上戦はいいんですが、おっと飛びがかなり、これでミオル謎攻撃。さあイニシエの三段で、さあ3ラウンド目、まあ、いろはさんさっきからスクリューを見てないんですよね。そうですね、スクリューが見た、立ち回り重視な感じですかね。そうですね。おっと、おこれピオルか、ピオラ攻めない、あ、ピオッタでスクリューをしない、噛んでいく、これがいろはスタイルあ、パワーボムやりたかったけど噛んでしまったとさあさあ、さっきちょっとあの粗相をしてしまったウネガエル。さあいろはさん、エンジンかかっているぞ。あ、失格。残念ながら、残念ながら警告ですね。警告ですね。まあでもあの初任期を疎通につぎ込んでいるということで許してあげましょう。さあ5月のお給料も突っ込んでいる模様。初任期で何やったの、疎通ですみたいな。あ、いいですね、そこはね、若いですね。ちょっとね、お母さんに何かプレゼントしたとか、そういういい話が欲しかったがなんだこのボディープレスだけで。ちょっといろはさん、ロケテストやめてもらっていいですかさあ、なあ、あ、どっちもカラジャンスクリューでよかったな気がするんですが、まあ、このグデグデ感嫌いじゃないんですけどあのスクリューを装備してないですからね、このザンギ余裕ですね、うまいなとか言ってますよお、どっちが強いのか弱いのかよく分かんないですけど、これさあ、もう飛びからしかなんかもうソースがなさそうな、あ、ちょっと歩くあ、ビヨッタさあ、これ気づいちゃったか、まあね、これ立ちスクリューないから待ってればそのうち飛ぶんじゃないか的な。そうですね、ほんとその通りでしたね確かにすごい、 S バルログよりも強い S ザンギフ。さあ目覚めちゃった感じですか。お、さあ山本チュンリー、さあ8番手ほぼ山本チュンリー。山本さんの竜動画好きなんですけどね、竜見たいな。さあこれ落としたいところ、これは落としたいですね。さあ投げ、さあ投げて、さあこれが今のピオ狙いですかね。そうですね、あそこもう思い切って投げか、一回こう一泊ずらしての投げとか。
っぱチュンリーズーズーシーぐらいの方が強いですよね。そうですね、全然そっちの方が昔からの戦い方の方が全然いいと思いますよ。さあ、いいですね、しっかりしてる。さあ、背中蹴り、お、サマーで切って、さあ、どうする。なんか仕込んでる風なんですが、お、抜けた、見てから、なんか2回ぐらい失敗した音が聞こえたけど、3回目は入ってましたね。さあ、3ラウンド目、いい勝負ですね。上り蹴り、お、投げて、受け身取りたいところ。さあ、ここ落としたい。さあ、画面端背負って、おっと、いいリフト、リフトで返す。さあ、ちょっとチュンリー側も難しいところ。さあ、押し返したい。さあ、さあ、パナッシュ、さあ、ここ落としたい。ここが落ちないと辛いところ。まあでも体力、このまま相打ち OK。 はい、勝ったのはほぼ山本チュンリー。さあ、次、カワシムさんのザンギエフ、カワギエフ、さあ、今日はカワシムさん、2回ともザンギエフですね。そうですね、はい、誕生日おめでとうということで。さあ、なんか黄色いぞ。さあ、なんか黄色いなこれ。さあ、黄色対決、お、面白対空。さあ、油に当たってボディ。さあ、難を逃れた。あ、1回のスクリーで死亡。踏んで逃げたんですが、追いつかれてしまう。さあ、気候拳、さあ、気候拳、どんどん気候を打って、ゲージを貯めるんだ。ゲージを貯めて気候をかけて、さあ、もうどんどんプレッシャー与えるんだ。気候だ、気候を打つんだ。サイレンがお前のことガリンじゃないの、あれ黄色じゃないのみたいな話をした。さあ、せさあ、ラリーダブラリで返されるヘッドバットでピヨって、さあ、体力がなくなった。あー、山本さん苦しい。あー、上から落とせずスクリューで死亡。勝ったのはカマシムザンギフ。さあ、お次は杉さんのガイル。そう、あ、なんかでもタイミング、まあ、細かくわかんないですけど。さあ、杉さん、ワイルドだぜ。はい、お願いします。さあ、杉ガエルですね。さあ、10番手。さあ、川島さん、ガエルかよと。大好きなガエルですね。大好きなガエルですね、うん、もう散々楽しむの時はもう美味しい獲物として。あ、痛いね。ナイスツイート。まあでももう残機はね、もう本当に体力払っていくしかないんで。うわ、苦しい。まあしょうがない。杉さんがしっかり1ラウンド取って2ラウンド目、どっちが勝っても次またあれですね、ザンギーフ、ね、そうですね。さあ、ダブられたってアントビからの、さあ、バニシで、うまい。さあ、うまくソニックを消して。杉さんもでもよく見てますね。そうですね、ちゃんと相手を見て。おー、怒涛の攻めで2ラウンド目取り返す。カシムさんっぽい攻めですね、これ。そうですね、危ない。でもね、こういうキャラサール組み合わせをしっかり取り切るのもやっぱり一つの大事なところなんで、ここはちょっとね、杉さん頑張ってほしいですね。あー、画面端は苦しい。さあ、しくって、
さあまだ画面端、あこれ苦しい、あ川島さんが頑張った。ちょっとガイルあれですね、しゃがみのモーションのヒットバックっていうかガードバックっていうか変な時ありますよね。そうですか、なんかと2発目がジャンプ攻撃から2発目が届かない時があったりして、ガイル使いにその辺聞きたいところですね。若干遅らせないとっていう。あさあ、ま、そしてまたまた始まったデイトナ式プロレス、プロレスリング式、緑対黄色ですね。そうですね、これもね、信号対決なんでちょっと新しいし、はい、注意と進めです、ね、そうですね、さっきねさっきはいきなり光った、まだまだある。さあ、お、あれまずは注意、セロ様、セロ様、あれ注意色のあれですね、川島さん一本取りました。川島さん安定してザンギでも勝ってるな。お菓子がそんな欲しいんですかね、本当にもう露骨にゲージをお互い貯めていきます。そうですね、結局ねこれファイナルを返す技がファイナルしかないんで、あー光ればそうです、ゲージ貯めとかないといけないんですよ。そうスクリューじゃ返せないんで。なるほど、おなるほど、ピヨッター黄色がピヨッター、おっとでもリカバー。さあダブルに刺さってどうするの、あーと走って死んだ、フラッパーまさかのまさかの勝ったのは川島さん、でも次が中島さんのホンダが来る地獄だ地獄だ、次ホンダ、まあ、ガイルもホンダ、これはちょっと川島さんきつかっただろうけどホンダが来ちゃった。まあでもどこぞのパレスチナダイヤだと五分なんで、これは頑張ってほしいな。どこぞのパレスチナだとね、ホンダザンギーはちょっと僕もよく分かってないんで、パレスチナの自治区あたりだとね本当に5分のカードなんで、これこれもう全くザンギーが無理ですかね。いやーでもね、やっぱりたまにあるんですよね、なんか、ま、紛れることがで、この前のファイブオンの時に、はい、どっかのですね、某ガムサイラジャパンっていうですねチームで、はいはいはい、最後対象戦で、はい、鈴木ザンギ対アベビンホンダっていうのがあったんですけど、はいはい、最後 P 負けしましたからね、おザンギにほびっくりしました。まあまあはめ切れば勝てるってことですね。こかしてジャンプ、ショーキックからの通称タコ様はめ、直接です、ね、そうですね、あれがねやっぱりタイミング合いづらいみたいですよね。結構ホンダもしっかりか落とすの難しいみたいで、あタコ様はめでよかったですか、それタコ様はめだと思いますよ。初めて聞きました。タコ様大好きなんであれやるのあれしかやんねえじゃねえかって、タコ様さんはめですね。じゃあはい、あじゃあ僕ちょっと行ってきます。すいません、はい、次ペコさん、次はて、ね、あいろはさんにあ、じゃあすいません、セロゼプさんにね、ここはいやいやいや、お疲れ様でした。いやザンギ同士まさか当たるっていうのは予想外だったですかね。さあ今日はなんかかぶせ合戦みたいななんかね、くじでやってるんですけど割とかぶせっぽい感じが続く。そうですね、ホンダ S 剣でまず S 剣有利ですよね、っていう説ですけど。説も何もないですねやっぱそうっすか、露骨ですか。これ S 剣使ってる人間がホンダきついとか言ったらちょっとあれですよ、かなり説教されます。うわーきっちり三段、いやー中島さんのホンダ結構レアですからね、見るのは。なかなかきつい。きっちりいってますね。こうなるとホンダやっぱ動けないってことですよね。垂直で一回避けてその後読み勝てばなんですけど、あーそこは絶対出さないですもんね、下がってますよね。そうするとホンダはちょっと歩いて前を詰めるぐらいしかやることがないんですが、さあ無理やり回ったが、ペコさんはだから友田さんですね。友田さん、友田さんのメガ、さあね、
さ、今日はマックス4連勝なので割と散ってる感じではあるんですが、誰か一人が猛連勝しちゃうというパターンではないんですが、そうですね、だからまだ出番がある人は全然可能性があるんですね。投げて正面、おお、さあこれ僕持論なんですけど、酔ってる方が動きがこう大胆というか、それはありますよね。悪く言えば大雑把に、うん、よく言えばシンプル大胆にね。で、その今友田さんはそのシンプル大胆なところがいい方に行ってますね。普段ならしないような行動とかもしてますからね。さあ時間が積んだ1回、ナイトメアあってよかったです ね、 ね、ガードされても反対側にいられるんで、おっと、さあきついぞ、大足うわー削りですね最後。そうですね、ヒット全然当たってないですからね。さあ避ける避ける、ダイダイダメヘリ、スラが入って、あー危ない、あー危ない、うーん、宮さんのガイルですね。さあ宮ガイル、ガイル使うのは使ってるのは見たことありますが、果たしてペコさんの S 剣とどこまで。さあ投げ合い、宮さんどっちかっていうのはあれですね、なんかグダった試合に無理やり持ち込んで、あー最後投げでみたいな。そうですね、さっき昇竜でした、地味な球の打ち合いじゃなくて、なんかでも正解でしょうね、なんか正面からやったらきついときとかは、うん、おっと、変なところで当たった、投げ足、さあ昇竜が置いてある、まあ卒っぽいですよね、それグズグズやってって。そうですね、ふわっとかわすあたりが、ラフファイトもできないとやっぱりきつい。さあ第2第、そうなんですよね、そんなプレーばかりではっていう、スクリュー出ない S 残機とかでね、やられちゃったりするんでね、そうしないと、ね、おっと出たが、きっちり昇竜。続きまして、あれ小江戸さんですね、2周目最後のプレイヤー小江戸さんですね、並ぶけどまだ続けますね、しゃがない昇竜、めくったんですがダブルに昇竜拳、ちょっと下ったか、あれ、セーフ、さっき小江戸さん、ザンギ使ってましたね、の試合で。さあ、オクラスサイコが当たって、うわ、ちゃんと踏ませて、投げて、
下がって前行って投げ、すごい投げ返してない、ペコさんおやつに届かず、あー残念。2周目入りますね。じゃあさあ2周目最後のプレイヤー小江堂さんが何連勝するかですね。やっぱ小江堂さんでいいんですよね多分。うーまで言うんすね多分。すごいあの位置でボッタチ、アクさんがいい感じで動けている。サマーもオーバーヘッド、さあごちゃらせてきた。やっぱねあのおっとソバット1回挟んでからの中足、ダブルに乗られたらどうしようとか思わないですね。いやでも最近のこのねあのルーキーガイルプレイヤーはみんな熱いっすよね。サマーで何としても切ろうとしてくるとか。踏んでおっとお釣りも入ってうわ投げられてしまう、ガードできる、さあ生き延びた、おおついたが体力はあー届いてしまった、ワニが届いてしまった、惜しい。デカ川はあれが狙えるならあれが一番いいらしいですね。あー長いですからね、ソニック見てから立ち台系で相打ち取ってダメージ勝ちするっていう。早いし長いですからね。あれが見てから行動でできると爆地を打たなくて済むようになるので、ガイルはかなりきついはずなんですが、さあお寺は光ったさあチャボさんですね。X ですね。うわピョってしまった、ね、しかしコンボになってない。ちょっと手がちらつきましたが前足対空、うん、投げおっと投げ、さあめくりはガードしたが、ああ今きっちりな相手目や、相手目やダブルに引っ掛けて、おーっとピヨリ返し、五段入って小江堂さん3連勝。続いてロードエスケンですね。さあ3連勝出るか、これに勝てば1位タイ。
裏から投げて、おっと、昇龍空振りからの台足が先に剣が当てる。投げて投げて、おおさあカニロードさんがなんからしからぬ動きで、そうっすね、かなり撹乱してるんですが、振ってきますね、意外とね。ここはさすが昇龍出てますよ。最後の途中も割ってきた。さあ、みんな大足差し返すよ。昇龍フリーフレームから大足振ってダメージ取るとか、なんかなかなかのラッファイト、すごいですね。差し返し、さあどうする、うわお、謎の立ち返り、危ね危ね、謎の足に当たったんですが小江戸さん勝利で4連勝。ここでトップタイですね。ヒカル君のバルログですね。これはちょっと知らないと、ベガ側も空中結構強いので、中盤で持ってかれちゃう感じですよね。他にも上り台系とかいろいろあるんで、さあいろいろあってもよくわかんない感じにしてしまえば、おっと知っている、しゃがみ大パンピヨってしまってた。しゃがみ大パンは平凡な宮の姿勢が低くなるので、あーなるほど、バルロ側が深く当てないと爪とかが当たらないんですね。昔は対空でしたよね、万能対空な技でしたよね。そうですね、今は違うんですか、X そこまでではないけど、やっぱこれでも結構強いと思います。ガイルの飛び込みとか落とせますね。なるほど、しかしさあできている、これがバルログだ。困ったことでバルログの嫌なところは掴んでいるようだ。お手玉から爪を折った、爪がない、爪がない、ヒカルさんは爪を拾わないスタイル。あ、なるほど、そういうことか、爪拾わないスタイル、一度落としたものは拾わない。そうっすね、あんまり。さあ、乗り切り、おっと投げちゃう、びっくりだ、上りジャンプ中、小江戸さん1位抜け。じゃあ2位をやりますか、2位戦をやって、ね、一応、まあそうですね、じゃあ、1位抜けは小江戸さんなんですが、 2位目をしましょう。川島さんのザンギエフとペコさんの竜ですね。おっと、一先で、4連勝同士の川島とペコさんですね。さあスクリュー踏み込んだところに置いてあった感じ、パワーボム、大足大足、鎖骨は甘え、地上からは中段下段は択にならないので、択にするとしたら無理やりそこでジャンプするか勝利を置いておくか。おっ
と上が出ない。大足出ない、出なくて波動、おっと回してやる、回してやる、垂直対空、大スクリューならもしかすればぐらい、おっと真空にカラジャンした時、あのちょっとが時間が止まるんでカラジャンスクリューもたまに出ないことがあるんですよね。ああそういうことか、スクリューが出なくなる、はい、なるほど。普通にぐるっと回してて暗転してるとその部分のコマンドが受け付けないので、そうですよね、はい、2回回すしかないんじゃないですか。まあ早く回し直すか、そうですね。さあこれ向きになってダブル出し続けるとピヨったりするので、川島は出していくスタイル。さあ沖中足が強い。スクリュー1回でさ、残機は削られけんない、削られけんないだから超警戒してるさ、削られけんない、あー削られてしまった。さあじゃあ決勝戦はペコさんと小江戸さん、 1P2P のじゃんけんからですね。決勝は3先です。さあお菓子をかけた、まあ、ラウンドガールがお菓子を、ザンギフお誕生日の次の日おめでとう記念、決勝は小江戸出がたいペコ流。さあ3先橋を追ってるのはベガ、さあコンボにならなかったが、あっという間に反対側で運んで、おっと昇竜拳見てからでしょう。これ龍有利って言われてますけど、意外といい勝負ですよね。オメガにも一発はありますから、うわー昇竜が出る。三崎です、投げて受け身なし、竜巻、あの弱竜が結構やばい、おっと空中で逃げた、空中くらいだった。真空使って最高で削り、欲望の削りですね。さすがに昇竜仕込んでなかった、おっとすぐ切っていく、振りはガード、踏み込みだよし、おっと昇竜出てます、見てからですね、出から昇竜、竜巻で荒らしていくがちゃんと足場が置いてある、ガードして後ろから、おっと運が悪い、投げ返しきっちり、運がいい、立ち台番最後で、さあどうする、おおガードしてたんですが見越して投げ返していた、真空使わせようとしたんですよね、多分ね。そうですね。
ったな、ペコさん。ショーパン体育さあ、2発当たったぞ。最高、おっと前ジャン失敗か。さあ、ゲージ溜めてミスらない。おっと入ったが、ピヨンナイが最後はナイトメアで削り削りですね。しゃがみくらいでダブル2がワンヒットしかしなかったのでピヨンなかったんですが、なるほどなるほど、ヒット数が足んなかったね。さあ、根元投げて壁端、チキがしゃがみガードしてますね。ショーパン体育、おっと技が逆んでる。林、こすった大5周バックジャンプか何かだと思うんですけども、ちゃんと重なってたんですよね。ベガ2フレームですからね。そうですね、空中逃げが重ねが甘ければレバー上に入れとくっていう逃げ方も十分ありなんですが、そうですね。さあ、波動がきついぞ。波動処理、前に飛んだが昇竜拳。さあ、2勝目2勝、お菓子が近づいてきた。さあ、ペコさんの頭の中は今お菓子でいっぱいでしょう。昇竜拳弱達から投げ、落として、潰した。ナイトメア使ってスラッ、これは見てからヘッドプレス。あー、小江戸さんもストレートには負けないっていうところでしょうかね。うわー、これが噂の波動昇竜ってやつですね。うわー、やらしい。あの雨をまず垂直で避けて次に呼びかないといけない。さあ、お釣り、村回って、おっと、さあ取り返していく、落ちた。さあ、お菓子まで手が届きかけたペコさんですが、投げて投げて、ちょっとリバーサルなんか出ていた、竜巻でしょうか。空中いたから竜巻っぽいですね。そうですね、ですね。あー、本あー、いよいよ本気になった。どっちが本当にお菓子が食べたいのか。お腹が空いてる方ですかね、多分ね。まあ、甘いものは別腹っていうから、お腹空いてなくても入るんですかね。あえて食べたい。結構危険な時間帯になってみましたよね。に甘いものとか食べちゃうと、さあ勝利拳、さあ、おっと早かった。さあ、ペコさんが投げられまくっているぞ。まさかあった、まさか、おー、アッパー。あの体力まくられたら真っ青だったんですが、いや食べてなかったですからね、ビガガはね。なるほど、あー、ここに来て小江戸さんの動きがすごい。何か危機迫るものを感じますね。手数増えましたね。そうですね、なんかもうやりに行くスタイルです。うわー、確認コンボとかではなく、もうなんかやりに行くスタイル。さあ、並んでしまった。
かなり小江戸さんの方に勢いがありますね。おさあ、頭の中で多分もう半分お菓子を食べていたペコさんがここに来てちょっと、さあ、林、もう第5スクラム竜巻、ああヒット確認、アラスプレーなら俺もできるんだと言わんばかりにああ、お互い一歩も譲らない。そうですね、あ危ない、おお、第5ス、中5スですかね、おかしいリーチ投げてましたね。さあ分けてほしい人、小江戸さんがリーチ、先リーチ、勝つと逆サンドですからね。ダブルに投げる、竜巻ヒット確認、さあ最後は出なかった。うん、1-1、出ていれば多分ナイトメアが刺さるんですけどね。なるほど、その辺はプレッシャーか。投げる、さあ受け身はないがピヨってもいない、プレス降りてきたところにファイヤー波動、さあ荒らしていく、めくって拒否って、さあ中盤、さあキット確認したが、さあお互い譲らない、一歩も譲らない、おっと勝負をかけたが投げ返したな、ペコさん優勝、ペコさんおめでとうございます。いやすごい試合でしたね。いや、わけで、おめでとうございます、おめでとうございます。あ、ペコさん一応あのお菓子の前に、お菓子の前にちょっとインタビュー的な一言お願いします。終電がやばい、終電がやばい、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。お菓子、あの健康第一でいただきます。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。まあ、最後の試合なんか変な感じにいい試合でしたね。そうですね、すごい一歩も譲らず、ね、すごい肘の張り合いみたいなところもあれば、硬いところもあれば、じりじりしましたね。そうですね、あんなにいい試合になると思わなかったですね。そうですね、そうですね、結構盛り上がる、いいものを見ました、決勝だったと思います。ありがとうございます、本当。はい、じゃあ残り30分ぐらい、ノジラの方も楽しんでってください、ね、はい、よろしくお願いいたします。今日の優勝はペコさんの優勝さん、おめでとうございます。Thank you.
しましたら23時、超えましたので配信の方は ここの辺で終了したいと思います。今週もありがとうございました。来週も同じ時間で配信しますので、よろしければまた来週もよろしくお願いいたします。皆様お疲れ様でした。また来週よろしくお願いします。失礼いたします。